テオフィラス・カーティス・ラトリフはアメリカ合衆国の元バスケットボール選手。アラバマ州でエモポリス出身。身長208センチメートル。体重107キログラム。ポジションはセンター。ワイオミング大学で4年間プレイ。ウエスタンアスレチックカンファレンスのファーストチームに選出されるなど活躍を見せた。1995年の NBA ドラフトで1巡目18位指名を。 ピストンズから受けて NBA 入り。ピストンズでの2シーズン半は主に控えとしてプレー。着実に数字を伸ばしたものの、先発にはなかなか上がれなかった。1997年から1998年シーズン途中、フィラデルフィアセブンティ・シクサーズにトレードで移籍。シクサーズでは先発のセンターのポジションを確保。1年の NBA オールスターゲームには、 イーストの先発センターに選出されたものの、故障のため欠場を余儀なくされた。オールスター後、トレードで3シーズン余りを過ごしたシクサーズを去り、アトランタホークスへ移籍。ホークスでは、その後1シーズン半プレーした。2003年から2004年シーズン途中、トレードで、ポートランドトレイルブレイザーズに移籍。このシーズンの307ブロックは、リーグ1位となった。 ブレイザーズでは6年間プレーした。2006年から2007年シーズン前、トレードでボストンセルティックスに移籍。しかし、ここでも故障に苦しみ、自身最低の2試合の出場に終わった。シーズン終了後ケビンガーネットを獲得する大型トレードに組み込まれミネソタティンバーウルブズに移籍。若手中心のチーム作りを行っていたウルブズでは10試合の出場のみでバイアウトを受け入れた。 2008年3月4日、フルスであるピストンズと契約を果たす。2008からレイュシーズン前、FA で1997から98シーズン以来になるシクサーズに移籍した。2008からレイュシーズン後、サイアントニオスパーズに移籍した。2010年2月、シャーロット・ボブ・キャッツへ移籍。2010年7月22日ロサンゼルス・レイカーズと1年契約を。 結んだ。2011年12月引退したディフェンス、特にブロックショットに抜群の感性を持っている。12年のキャリアの全てで1本を超えている。特に2003から2004シーズンの平均4.4、ブロックは驚異的なものだった。オフェンスではあまり重要視されていないが、自己ベストとして27得点を挙げた試合もある。 最大の欠点は故障欠場が多いところである。ほぼ全球のシーズンが2シーズンもあった。ありがとうございます。